くん2週間経って久々に先生のとこ行くね。さあ今日なんて言われるだろうね。お顔見して一回 C 君。すごい綺麗になってきてるね。よし頑張ろうな C 君。匂いは病院今から行くよ。パパご飯食べたいね。これ終わったら食べに行こう。ラーメンチルチル本当にすごい良くなってきてるからさ頑張ろうな。先生の言いつけ通り回って C 君病院どうだった今日。チックンされたされてない。されてないね。よかったね。まだキレイキレイになって嬉しい。 C 君まだキレイキレイ嬉しいね。これ食べよう。やっとね本当ねすごい元気になってるんですよね本当に。パパももちろんやけどママが一番もうね夜中寝れなくてっていうかまあ本人がねもうボロボロになっちゃってもうそれがね2人にとってすごく一番ストレスで超辛かったけど病院もね何件も変えたけど病院変えても同じような薬ばっかり処方されて全然良くならなくて、ね、いろいろ場合を試したりねママいろんなこと試したけど全然うまくいかなかった。もう本当ね C 君が元気なのがもう一番嬉しい。もう辛くて辛くて仕方がなかったくて実はねプーよく昔はね2週間に1回とかお風呂入れてたんだけど最近ちょっと僕たちサボり気味で半年ぐらい入れてなくてでこの半年で一気に C 君の肌がはいはい最初にね見てもらった通りですすごい汚くなっちゃったのはいろんな理由があるけれども一番はね食べ物とかもねピーナッツとかくるみとかそういったものもあるけれども一般的な杉とかねこの3ってやつがちょっとねやっぱクラス3になってくると気にしなきゃいけないみたいで2とかはまあ症状が出る人と出ない人がいるみたいでまあね一般的な杉とかそういったピーナッツとかも塩は結構アレルギーなんだけれども一番はこのねハウスダストとダニと犬もうこれがヤバかったみたいです。なんで一応ね先生が教えてくれたのはまずダニの対策としてはこの布団乾燥機をしっかり使ってダニを殺しましょうということです。なので早速アイリスオーヤマで買いました。で掃除もきちんとしてあとはもう今日ねプーいるかな。プーさっきねプーもお風呂行ってふわふわになったんだよな。これからは1週間に1回トリミングすることにしましたね。プーねまさかプーが原因だったとは思ってもみなかったね。いやー分かんなかった本当に。ステーキいやーねーほんと綺麗になってよかったけどママは何が辛かった一番たくさんあったと思うけどさ公園に行った時に親御さんと子供両方にパパシークの顔を覗かれること。開花映画マックスになると、感触を起こすこと。あーれなもんかゆいかゆい何しても止められない。そうだで気を紛らわすことでどうにかねなるものでもないし。あとは朝起きてお布団が血だらけになってること、ああそう毎日しまみれだったもんな。なんかお湯でね洗わなきゃいけないしお布団も毎日洗濯大変。何より子供が血だらけっていうのが辛かったな。もう最近本当にシンくんのね機嫌がめちゃくちゃ良くてちょっと噛んだけどC くんの機嫌がね本当に良くってもうそれがパパとママはすっごく嬉しいです。なんでやっぱりねアレルギーとかアトピーとかで悩んでらっしゃる親御さんってきっと多いと思うんですけど僕たちから一つね自分たちの経験をもとにアドバイスできるとしたらやっぱりその自分の判断で勝手にその化粧品とかそういったものを調べてやらない方がいいですね。まずはちゃんと話を聞いてくれる先生に出会えるまで根気よくセカンドオピニオンというと言うんですけれどもセカンドオピニオンを受けるべきだと思います。僕たちは7件目でやっとちゃんと話も聞いてくれてこうやって薬の塗り方まで丁寧に教えてくれて日々の生活の方までアドバイスしてくれてさらにはステロイドねやっぱりステロイドが嫌だって親御さんも多いと思います。うちもそうでした。ですけど、ステロイドなんかもこうやって徐々にスケジュールを立てて少なくしていきましょうっていう風にここまでやってくれる先生に出会えたからC君は今こんな笑顔でねご飯おいしいおいしいです。おいしい本当に出会えてよかったなって思います。この動画が少しでも悩んでらっしゃるご家族とか、親御さんのためになればと思って今回はこちらの動画をおしまいにしたいと思います。しっくんじゃあねー。
バイバイ、よかったね、綺麗になって。